チェルさんの着付け始まります。はい、おはようございます。ですね、今回は、おはしょりをやってみたいと思います。皆さんが苦手なおはしょりね、同じお着物を持ってらっしゃって、こちらがね、私164センチだから、このお嬢さんは多分170センチぐらいで、こちらの方は160センチぐらい、そうですね、10センチぐらい違います。その時に168センチのお着物を持ってきてらっしゃったら、おはしょりどんな風に違うのかっていうのをやってみます。はい、それでは始めます。よろしくお願いします。まずお着物をね、羽織らせた時ですね、この背の低いモデルさん、裾に27センチついております。27センチの半分は 13.5 13.5 あるので、おはしょりはたっぷりきれいに出すことができます。170センチのお嬢さんに168センチの着物を着せた場合、裾についてる、この裾のね、ついてる部分が17センチ、先ほどの背の小さい方と10センチ違います。17センチってことは、半分で 8.5 ありますね。はい、 8.5 のおはしょりが楽に取れます。それでもまあなんとか着せれるんですけど、若干ちょっと身幅があったりすると、おはしょりの紐の位置も気をつけなければなりません。それではやっていきますね。はい、今ね、お着物を着せて胸紐しました。そうしますと、この襟合わせのところからですね、キュッと引いて、はい、そうですね、40センチ、38センチでね、仕上げたいと思うので、ここがいっぱいいっぱいになってますね。はい、後ろ38センチ、ここ5センチあります。はい、5センチのところを持ちまして、はい、このように上げます。ね、5センチのところを持ちまして、このように上げます。はい、ここを押さえておきます。はい、押さえておきます。はい、これで38センチですね。38センチができました。はい。はい、下線ここで合わせておきます。はい、そうですね。はい、そうしましたらですね、はい、余裕があります。今回はね。はい。そしたら、今、後ろの位置が38センチ。じゃあ、こちらもね、ここ2センチ。だいたいね、ここが、4センチから、ね、4センチ、2センチ長い、ちょうどっていう感じになってます。はい。そうしましたら、よいしょ、見えてるのかな。はい。まず、この脇のところを持ちまして、この脇線が、はい、ここで、はい、上げておきます。はい、上げました。こうですね。はい、そうしましたら、この脇線とこの脇線が揃って戻っていく感じにしといてください。これ向こう行きっぱなしじゃなくて、戻っていく感じにしてまっすぐです。はい、そうしましたら、よいしょ。ここですね。はい、ちょっとここ見えないかな。はい、こうします。はい、ちょっと上げときますね。はい、上げときます。はい、じゃあこれをどうしましょう。はい、ここぴったりフィットでこう来てますね。はい、こうでしょ、ここに来ております。こうですね。はい、そうしましたら、はい、ちょうどですからね、はい、この位置とこの位置ね、揃えていきます。で、こうなればいいわけですよね。はい、そしたら今度、もしここで短いなと、ちょっと危ないなと思ったら、ここで下げてください。紐ごと、紐を下げる気持ちですね。そうすると、ここ長さ出てきます。はい。そうしましたら、よいしょ。はい。まずここですね。この高さ。この縫い目がね、下がってるから、これをまっすぐ上げます。はい、上げます。ね。縫い目、ここまっすぐです。下がったまんまじゃなくて、まっすぐにラウンドして上がります。はい。じゃあ、ここでボックス取って、ここきれいに上げます。
はい、そしたらね、ここにボックス取ってるでしょ。はい、そしたらお腹おはそりね、はい、このおはそり紐のところにここ何にもないようにしときまして、このボックスをここで折り曲げます。でここはまっすぐきれいにここ出てますね。ボックス取ってボックスです。そしてお腹に何もないようにして、はい、こっからですね、はい、この奥身線の10センチぐらい上、はい、10センチぐらいを持ってきて、はい、ここにかぶせますね、かぶせます。はい、かぶせたらここを2つ持ちまして、でここをここですね、ここに、はい、きれいに入れ込みます。はい、そうするとここがきれいになってますね。はい、そしたらはいはい、ここです。はい、今ここで上げた部分ですね。はい、この部分をきれいにしまして、奥身線を揃えます。はい、そして、この中へこのように、はい、入れ込みますね。はい、そしたら、はい、おはそり紐、ここで測ります。1、2、はい、38センチ上がりました。170センチのね、お嬢さんです。紐はちょっと高めに普通にしましたね。はい。それでここから 1,2 です。はい。若干ね、はい。38センチいっぱいいっぱいです。ってことは、こちらがもうほとんど足りなくて、こちらは2センチぐらいです。ね。はい。そうしましたら、まず後ろからやります。後ろのね、はい、おはそりの長さ決めます。はい。背中心まっすぐで。1、2です。はい。そうしますと、はい、ここ3センチです。はい。3センチ持ってあげます。はい、ここに3センチ上げておきます。はい。じゃあ、ここで、はい、38センチ。ね。はい。38センチになりました。はい。そうですね。はい。そしたら、じゃあ、今度こちらです。はい。ここですね。まずこちらの2センチを上げます。はい、先ほどと一緒で、この脇線のところがここたった2センチいっぱいいっぱいです。はい、ここですね、よいしょ。はい、ここね、もういっぱいいっぱいで2センチ上げます。はい、これで、はい、ここ奥身がいっぱいになりました。紐がもうここに来てますね。はい、まずこちらを戻さないと奥身線が揃いません。戻しました、2センチ。はい、じゃあ今度こちらが足りません。はい、ここが足りません。はい、このままね、こう持ってくると、ほら、こうしてね、入れたら、あら、綺麗と思うでしょ。ところが、ほら、奥身線が3センチも向こうに行ってしまっている。これを戻さなきゃいけません。はい、どうしたらいいでしょうか。はい、ここです。こことここで、ここが足りないでしょ。はい、ここを、はい、下線を綺麗にまず揃えます。はい、ここ揃えました。はい、ここボックスですね。ボックスです。はい。ボックスもほとんどありません。はい、ここ、何にもないように持ってきます。はい。じゃあ、ここで引いたら斜めになってしまうので、はい、どうしましょう。こういう時はですね、はい。まずやることがあります。ここです。ここの、はい。襟先を、はい、ぎゅーっと折ります。ぎゅっと折ります。はい。もっと身幅に取ってしまってなかったら、はい、これもいっぱいいっぱいまで折りましょう。はい。ここです。こんな感じで折ります。はい。ね、ここ折りますね。はい。ここです。そして、この延長線上も、はい。ここも折ります。はい。そうすると、先ほど、このままだと上がってしまうのが、ここで折ることによって、はい。ここで折ることによって、奥身が揃ってきます。はい。じゃあ、あとは、こちら下げてきますね。はい。よいしょ、こうです。はい。ボックス。まず、ここで長さ取ります。はい。ここで何にもないようにして、ここですね。はい。ここで、ボックス取りました。はい。そしたら、ここで折れてる分、ここ折れてる分で、この10センチ上を、はい、持ってきます。こうして。ね。はい。そしたら、
この先ほど折った延長線上もここもきれいに折りまして、ここ持ってきます。そしたらここに、はい、ここを持ってきます。そうすると、はい、ここで、はい、きれいになっております。こうですね。はい、そうしましたら、はい、ここ、ここでおはしりを、よいしょ、はい、ここです、よいしょね、はい、そしたらここでおはしり紐をします。はい、10センチここ上げます。はい、ここ入れます。ここ入れないとお首まっすぐならないのでね。はい、はい、こうです。はい、よいしょ、はい、こんな感じ、よいしょ。センターも持ってなかった、ごめんなさい。本当はセンター持ってね、横でやってね。はい、そうしましたら、はい、1、2、38センチ、しょっしょっしょっと、はい、ここ余り分を、よいしょ、引いて、はい、で、ここに紐がもう見えてるのね。はい、で、これがもし歪んでしまったら、おはしり芯をね、先に入れといてください。そうすると何の問題もなく綺麗にできます。はい、じゃあ後ろです。よいしょっと、はい、綺麗におはしり紐したら後ろも綺麗にします。はい、このまま伊達締めを、はい、伊達締めをすればいいと思います。はい、こちらで、はい、よいしょ、はい、で、そしてここで下線をギュッと持ってきて、はい、はい、はい、こんな感じにしておきます。これおはしりにもちょっと後ろになっちゃったけど、はい、そしたらこうやって固まっちゃったらこう入れとけば、おはしり紐は、はい、そんなに力強くないのでこんな感じでも大丈夫です。はい、よいしょ、はい、これで、それで、ね、脇が高く上がってるので帯も高くなります。はい、何が難しいってここですね。はい、ここ、ここの折り曲げるのをちゃんと折り曲げておくと、ね、ここが、はい、そうすると綺麗に入ります。こんな感じでおはしりを克服されたらどうでしょうか。終わります。今回のおはしりね、とっても大事ですね。はい、他の方と差をつけましょう。もし短かったらね、お着物ちょっと短いなと思ったら、おはしり出すのはここです。はい、ここね、奥見線はまっすぐね。はい、ここ、こんな風にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。